ね、ミートパイ、なんだっけ、パークガイドのお姉さんに聞いた人気メニューその1、ミートパイです。600円です。開けてみてください。チーズだ、ミートパイチーズで割ってみて。一回これはちょっととろけるやつやから、湯気バレてて、うまね、うまい。なんかね、うん、ビーフシチュー、うん、肉がすごいのよ、見て、一個一個の肉が大きくてな、うん、中のゴロゴロ系肉、ゴロゴロ系、中のクオリティが高すぎる、うん、美味しい。なるほどね。下にチーズがあった。あ、結構入ってるね。うん、うまい。チーズ好きになってます。はい、チーズ好きにはたまらないそうです。おすすめですか？おすすめ、超おすすめ。あったかい、まだ歌ってた。どういうポーズなのさ。え、多分今ユニバで一番楽しんでんちゃう。大雨、久々の大雨よこれ。な、肩もささんと久々の大雨、楽しい。楽しいね、逆に。逆に。カニマン？カクニマン中華風です。カクニマン中華風です。え、うまそう。うわー、めっちゃ美味しいやん。すごい。うまそう。中身パンパン。あら。うまい。うまい。いいね、うまそう。いいですね。想像してたのとちょっと違うな。ちょっと違う。角煮を結構細かく入ってるから。あ、そうなんや。ボロっとして落ちる系のやつかと思ったら、うん、こういう風に細かくしてくれてるから。ひき肉系とか。うん、そうそう、食いやすい。うまい。味は角煮系かの角煮。いいね。おすすめでーす。ご覧ください。土砂降りです。大雨でございます。ブラックペッパーポークリブです。やば。うまそう。おお、なるほどな。まあ、ちゃんとポークリブやね。うん。あ、うま。うまい。これうまい。味付けはブラックペッパーやからバーベキュー系感とかちょっと違うな。ターキーレッグに似てる味。あ、そうなんや、うん、甘い系。甘い、うん、ジューシーで甘いってこと。そうそうそう、なるほど。あ、うん、うわ、やば、うまそう。ほろほろ、ほろほろな、うん、柔らかい。1位、1番のおすすめ出ました。売店のお姉さんにあのマグル界の杖って言われた。ハリーポッター魔法界からお越しなんですか。まあユニバの一番人気、一番人気なんかわからんけど、有名なターキードッグいただきます。うまい。もう何も言うことない。超おすすめです。なんかね、お中元にもらうハムを丸かじりしてるみたいな味。伊藤ハムね、うん、そう、ほんまに伊藤ハムのハムっていう感じですね。最高、マジでおすすめです。